女子がルッチ。後ろは妻、前は、息子のルカ女子がルッチは、ニューヨークのナポリ系ギャング。ハーレム一帯を支配し、移民ビジネスで富豪になり、リトルイタリーの市長と呼ばれた。イタリア語では、ジョズエがルッチ。ナポリー移民。1892年3月11日渡米。イーストハーレムに定住。当初ローアーマンハッタンで、ワゴンに果物を入れて競争していた。 その後、ハーレムに拠点を移した。パン屋、タバコ屋、コーヒーショップなど多彩なビジネスを展開した。ハーレム109丁目の自宅は3階建てのレンガ作りの家で1階がパン屋だった。1898年4月、愛人のジョセフィーヌ・インセルマ殺害で逮捕されたが、後釈放された。事件を担当したニューヨーク市警のジョセフ・ペトロジーノが、ガルッチの身元を、 ナポリ警察に紹介すると危険な犯罪者で強制ギャングのメンバー。素行の悪さから警察の常時監視対象。窃盗、飛行で数回有罪、窃盗、治安妨害、恐喝、傷害で9回逮捕という回答が返ってきた。石炭や氷など移民の生活必需品の流通を支配し高値をつけて移民から金を絞り取った。豊富な資金をもとに トバクギャングに運営資金を貸し、ハーレムのポリシーゲームの営業を支配下に置いた。ガルッチの許可なしにポリシーを運営できなかった。イタリアンロッテリーの販売所を自宅地下に開設し、ほぼ毎月の抽選で、賞金は一等のみの1000ドルを払ったが、支払いと同時に、部下のギャングが当選者から賞金を取り返した。イタリアンロッテリーは、ニューヨーク近郊の都市に支部を置いて拡大し、 多額の金を吸い上げた。ハーレムの馬泥棒ギャング団がやっていた馬の転売から一定の分け前を受け取った。買収屋を経営し、キング・オブ・ホワイト・スレーバリーのあだ名がついた。シチリア系、ナポリ系ギャングを違法ギャンブルの防衛や反逆者の制裁など汚れ役の仕事に雇い、モレロ一家では特に、ロモンテ兄弟と懇意にした。政治組織、たまにイホールと結託し、 選挙になると政敵への妨害工作を仕切り、組織票を集めて、地元の政治家を自在に動かした。警官や役人を支配下に置き、営業許可や建設許可はフリーパスで、裁判では判事の援護を得た。1910年、モレロ一家のイニャツヨルポやジュゼッペモレロが、監獄送りになると、ハーレムにおけるテリトリーを拡大、ボスとして振る舞い、県政は頂点に達した。 1910年代前半、ナポリ系ギャングのアニエロゾッポ・プリスコに金の無心をされ、互いに仲間を殺し合う構想に発展した。1912年9月、ガルッチのボディーガードで賞金稼ぎの下、ボクサー、アントニオ・ザラカが、プリスコ一味に銃殺されると、同年12月、若いと称して、プリスコを自宅のパン屋に招き寄せ、老いのジョンルッソマノが背後から銃殺した。 プリスコに脅迫されて、正当防衛で発砲したと主張し、無罪となった。1913年2月、プリスコの仲間アマディオ・ブオノモにルッソマノやボディーガードのカパロンゴを襲撃され、同年4月、司会士に、ッカのギャングを使って、ブオノモを銃殺した。以後、何度も命を狙われたが、逃れた。1913年7月、多発する。 殺人事件に号を煮やした当局が40人のハーレムギャングを一斉に摘発したが、主目的はガルッチの犯罪組織を炙り出すことだった。ガルッチ、ルッソマノラとも保釈金を払って釈放された。一連の抗争でガルッチのボディーガードが通算7人以上殺された。ガルッチのボディーガードになるとすぐ標的にされるため、ガルッチはボディーガードを雇うのを止めた。かつて、 プリスコと、ガルッチの会談場所を提供した理髪屋のデルゴーディオ、兄弟がイタリアンロッテリーを始めようとして、ガルッチに拒絶され、揉めていたが、1914年10月、ニコラ・デルゴーディオが殺害され、ガルッチの仕業とされた。ガルッチの事業の護衛、執行を受け負っていた、モレロ一家がデルゴーディオ暗殺に協力したとされる。プオノモモ・デルゴーディオ兄弟も、 ブルックリンのネイビーストリートギャングと繋がりがあった。元々の構想の発端となったアニエロ・プリスコもハーレムリケンを狙ったカモンラのペリグリーのモラノが裏で糸を引いていたとも報じられた。またこの間、モレロ一家一家と仲違いし、不和となったとされる。1915年5月17日、ムスコルカとコーヒーショップにいるところを突然乱入した4人のガンマンに銃撃され、 ルッカは翌日死亡した。病院に運び込まれたガルッチは、警察の事情聴取に自分で解決すると言って、証言を拒否した。3日後に死亡した。ガルッチの多彩な利権を狙った、モレロ一家とブルックリンカモンラの凶暴とされ、部分的にカモンラ仲間を殺された仕返しとされる。実行犯は、ジョーチャック・ナザーロ、トニー・ロマノ、アンドレア・リッチラ、カモンラのメンバーとされる。 ガルッチの賭博業その他多くの非合法ビジネスは、モレロ一家が乗っ取り、ブルック人の縄張りはカモンラが乗っ取った。葬列パレードは1万人の見物人に見守られ、ハーレム109丁目が交通麻痺になった。葬列から埋葬まで、ガンファイト防止のため250人の警官や刑事が護衛した。ネイビーストリートギャングのメンバーだったラルフ・ダニエロが、 1917年に政府密告者に展示、裏社会の内部事情を暴露したが、ガルッチの犯罪についても証言した。一般に知られるリトルイタリーとは別に、ハーレムの移民外もリトルイタリーと呼ばれた。ガルッチの兄弟についての回答もあった。ヴィンセント・強制ギャング、週刊2回、暴行や殺人未遂その他で16回逮捕。フランチェスコ、 殺人未遂や強盗、警官暴行で6回逮捕。デルゴーディオ兄弟の理髪屋で、和解の話し合いをする約束をしたが、約束の時間になってガルッチがカッパ論語を送ってよこし、調子が悪いので自分のパン屋で会いたいと伝えた。プリスコは承知して、パン屋まで行った。一説に、ジョーペッポビセルティとされる。病院で死にかけのブオノモが放った言葉。 俺をやったかもしれんが俺の仲間があいつらをやる。この戦いはあいつらが全員始末されるまで続く。ブオノモはペリグリーのモラノの甥いっことされる。一緒に捕まったガルッチのボディーガードの上着、ナザーロは保釈金が払われず、10ヶ月の金庫刑に服した。ネイビーストリートギャングのアレッサンドロ・ボレロが、デルゴーディを殺しに、モレロ一家が絡んでると、疑い。 マフィアカモンラ戦争の一員となった。店内にいた15人は、ほとんどがルッチの友人で、何人かは、ガンマンに打ち返したが逃げられた。ジョーチャック・ナザーロは、ブルックリンカモンラに寝返った。その後、1917年3月に殺害された。彼女の旧車が、マーダーステーブルと呼ばれた。ありがとうございます。